ありがとうございます。ではしばしフォトチャンスのお時間取らせていただきます。時間にゆとりができたとするならば、一度はしてみたい理想のデートプランをちょっとフリップに書いていただきましょう。お願いします。結婚15周年でやってみたいこう理想のデート、どんなプランが出てくるんでしょうか。楽しみです。やべえじゃあそれぞれ読み上げていただいていいですか。はい、私は手つなぎデートです。ほうほう、手つなぎデート。いや、たまにしてるやん。手つなぎデート、いや、なんか手、うん、腕を組むことはあるけど、なんかちゃんと手をつないで歩くって意外にできてないなと思って、でなんかおじいちゃんおばあちゃんで手をつないで歩いてるのを見ると、うん、もうかわいいっていいなって思うんですよ。だからなんかこう、まあ、子供がいるとその間に子供が入って手をつないだりとかね、うん、なりがちなんですけど、2人でってなったらもうずっと手つないでなんかいろんなところに行きたいです。わあ、いいですね。いろんなところに行きたい、あ、いい答えですね。いい質問ですね。それに何かつながって、はい、じゃあ杉浦さんはなんと、じゃあ手をつなぎながら一緒に、長くない、日本一周しましょうよ。それはえ、ダメ。いや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 、手をつなげながら日本一周。仕事柄日本もあの全都道府県、まあ、サブスクもそうですけども、あの47都道府県回ってるんですよ。でも僕は夫婦で回りたくて、 でも逆に僕が行ったことあるところに一緒に行くと、あのリアクションが薄いっつって怒られちゃうんで、あの、ね、そう、2人で感動したいんですけど、もうどうやんみたいなわーって一人でなんかなっちゃうから、行き過ぎて俺がこの絶景どうよって紹介したら俺だけ普通でこっちだけ喜んで、一緒に喜ぼうよみたいな、ね、なっちゃうから、そうなっちゃう、行ったところのないところの一周をしたいなと思う、うん、だから釣りって書いてあるでしょ。釣りで手つないで釣り、そう最高や。いいですね。今お二人の間に妨げるものないですから、手つないでもらってもいいですよなんかいろんなつなぎ方ありますけど、小指とつなぎだったりガシッてつなぐパターンだったり、いやでも腕組むときは基本、うん、妻こっちなんで、あ、そう、そう、立ち位置がもう決まってるんですよね。なんかそうなんです。今日はじゃあ今逆ってことですか。今すごい、はい、逆です。じゃあこれは珍しいバージョンってことなんですね。確かにね、普段歩くときは自然と逆です。うん、うん、自然にこっちに行ってこっちこういう感じだもんね、うん、うん、確かに。多分なんか芸人さんとかもそうですけど、やっぱ10年越すとこうなってくるんですよ。なんかね、立ち位置みたいなそういうのも決まってくるんですね。そうですね、わかりました。そうですね、じゃあそれは2人で手をつないでいただいて楽しんでもらえると嬉しいなと手繋いで、ありがとうございます。こうじゃなくて、ちょっと無理を言ってしまいました。こうがいい、いいですね、はい、このつなぎ方で日本一周なんかちょっと手腫れちゃいそうですね。いや、もうベッタベタになる手汗でいや、なんか素敵な瞬間見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお時間となってしまいました。